はいどうも、ザキュウリュウです。ではメッセンジャー続きやっていきたいと思います。前回、ボスのネクロモンスター倒しました。では行きまーす。ふふさあさあ次はどんなことかな。開けない警備行けばよかった緑は眩しい。最も休暇に近い場所。
増やしてたら倒すかな。まあ話せない。なるほど。日の当たる場所だから。遊んだけど。しょうがねえ。なんかあげられたね。あげられた。よっしゃ。これ欲しいけどね。何だってすんだよ。
危ねえ。おお、こういう感じ。あ、やばいやばいやばい。うわく、今も絶対やられるとこじゃないわ。下にありそうなやつ。250、320、550、550はやばいな。ボスよ、もしかして。ボスか。そりゃいい。ボスいないのか。じゃあここ下行けそうな気がするんだよな。やっぱりまあなんかはしごっぽい絵がくっついてたんだよな。
おお。なんか上にあったかな。どっちにしろいけないか、まだ。本当に何もねえんだな。ああ、やっぱ何もないんだな。次行っちゃって。まあいいか、このまま先行くか。超えられるな。ほら、魔術。パコン。ほうほう。ということはこれで空飛べるの。パコンで下やるとハーハーってするなと。風感じる。滑空タイム。まあ、その指輪もはしく魔法のように効果を及ぶ王国は大いなる繁栄の時を迎えた。やがて王が亡くなった時、城の魔法使いたちはその指輪の秘密を知ろうと我先にと奪い去った。調べてみるとその指輪は極普通の指輪だった。しかし魔法を持たない指輪がどうやって人の気分をコロコロ変えたりできるものなのか。どう思う？ゲームパーツかも。その指輪にはまさか小さな刻印があった。いわく悲しみの魅力がまた過ぎゆかんと。深いおとぎ話で不安をほぐしてやった。助かった僕緊張する。調子乗れない。まあとりあえず飛んでみますか。飛べるようになったらね。さあ、おお、そういうこと。おお、いい。なんか屋根とか下から隠しすぎたらと。
おいせあいて、うわあいて、むずいぞ今の。
いやないわね。強化できるかな。はい、うん、あー、木のゲージはプラス1か。いい。これやなんだかんだ使ってるじゃないですか。近づいてほしくないって言ってたな。おっ、全部取るで。貫通するような気がする。いけ、今のは無理だ。いけ、上からか、行ってみるか。うわ、大丈夫、大丈夫だね。なるほど、届かない。これ
が使いやすいな。痛い。例えば分かればこんなやつ、投げられる。よく見たら体力ねえ。よっしゃ。できたらそっちだからね。そういう何この押し問答ですね。許してくれた。おー優しいなこいつ。あ、
ざっす。ここまでしたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。